本当の武器って多分言葉だと思うしそれこそボイスだと思うしそれが一番の最大の武器なんだなっていうのを改めて教えてくれたっていうか GQJAPAN をご覧の皆さんこんにちはオズワルドです今回は自分の人生において大切な曲を紹介します GQ Playlist OfMyLife それでは行ってみましょう Let's go <S 最初の曲は d e f t e c h で MyWay です 自分が小学生の時に親が聴いてて車に乗るたんびにずっと流れてたんで自然と歌詞とかも覚えてた曲でなんだかんだ初めて CD を買ったのもデフテックで初めて友達とライブに行ったのもデフテックちゃんと歌詞を聴くようになった時にめちゃくちゃ素晴らしいことを歌ってるんだなっていうのに気づいて改めてもっっと深く好きになったアーティストですね。今はそのデフテックのうちの一人のシェーンとも友達になって。 よく会って話したりとか、まあ、曲も一緒にやったり、まあ、まさかそうなるとは思わなかったっていうようなことが起きたりもしてて面白いマイウェイになりましたおかげで本当 <laughs> 小学校の時期とかめっちゃ自転車乗ってありえない距離まで旅に出たり新しいものとか知らないものを知るのがめっちゃ好きで、まあ、開拓するのが好きでした新しい遊びとかいろんなものファッションとかもそうだしスケボーとか BMX とかの遊びとかも。 隣の奴らがハマってて遊びに行った時それ知ってそれを持ってきたりとか流入らしてみたりとか何か流行りを作るのが好きでそれこそ音楽とかもそうだし他の学校の人たちが聴いてる音楽とか教えてもらってそれを流行らしたりとかしてましたね続いての曲は「ガジラ」で「What's My Name」初めてちゃんと音楽を音楽として流行りだけっていうよりは。 ジャンルとかで聞くよう区別して聴くようになった時にそれがレゲエが入りだったんですけどそれを聴いてる流れで YouTube で関連動画でガジラさんの松前レームが出てきてこれは何なんだろうと思ってこれなんかレゲエと違うなってなった時にあこれがヒップホップなんだっていうのを知ってこの曲がきっかけでヒップホップを聴くようになってなんかわかんないけどその時の自分にはそれが合っててなんで自分が今ヒップホップをやるきっかけになった曲 歌ってるかっこよさっていうものじゃないバってスピッと吐き出してるかっこよさみたいな部分とかになんかおおって衝撃くなったっていうかそのタイミングでラップっていうものに興味出てその時高校の先輩たちとかがやって高校生ラップ選手権とかの影響でやってたんで「俺もラップやってみれ」って言われて「さす <laughs> ラップって」みたいな「<laughs> やってみれ」って言われましてもって感じだったけど <laughs> 別にフリースタイルじゃなくてもいいからみたいな。 リリックスでて歌詞を書くこともできるからって言われてそれだったらやってみても面白いかもなっつって,ってその日で帰ってリリック書いてみてみたいな入りが「ぶち壊したい」っていう入りだったんですのは覚えてる「分 <laughs> からずやな大人たちに」みたいなとかみたいな <laughs> はい続いての曲はリッキー G でです・ジー,リッキー G さんとデフテックがもう 自分の中で二大巨頭でずっと好き。なんですけど揺るがずにどっちもだけど、めっちゃ人生救われるレベルで助けられてるんですけど、聞き始めたのは高校の時ぐらいですね。リッキーじさん聴きながら、力士さんの地元葉山とか逗子とかその辺の辺りにでドライブするのが好きで、東京に来ることが多くなって、その中でもなんか沖縄感っていうか、その自然を感じられる場所だから、そもそも好きな中で。 出身かそこっていうのを知ってあ本当に今実際この人が育ったところでこの情景を見てるっていうのでなんかめっちゃ食らったって感じだったんですよねグルーヴがめちゃくちゃ好きっていうか曲調と雰囲気とかもそうだしょ横須賀そ,その辺りに入る前ぐらいにリッキー・ジーさん流し始めて聞くっていう感じあの遊びはするんですけどたまに結構本当自分の人生でマジで。 いろいろ諦めたいなって思ってる時とかにリッキーさんの曲聴いてボーアゲインするタイミングとかもあったりして救われてるしなんか本当にに音楽っていうもんにめっちゃ言霊もそうだし人を生かす力を持ってる人だなっていうのを衝撃受けてこういう言霊誌になりたいなって思わせてくれた人ですね。続いての曲は「マセゴ &FKJ」で「ただお」。 起きたタイミングで最初に流したりとかするようにしてた曲でこの曲の PV が2人でいろんな楽器がバーってあってそこでその楽器を使ったり移動してまた別の楽器やりながらセッションするみたいな感じで撮ってるんですけどその PV にもめっちゃ食らったし音楽っていうもの全てを楽しんでるっていうのがめっちゃ見れるし単純に音楽として聴いててめちゃくちゃ勉強になる部分もあるし。 癒されソングって感じですね自分の中ではゆったりチルしたい時とかにめっちゃ聴くって感じですね癒されポイントはもう本当にもう落とすね使ってる楽器とかもそうだしあとはメロディー「トゥトゥトゥルルルルルル」み<ス>たいな感じなんですけど,ど「どう思いついたこれ」って感じになるような<ス>なんか本当にマセイ語と FKJ の噛み合い方がめちゃくちゃ好きで。 骨に染みてましたね、ずっと起きた瞬間に「はいおはようございます」って感じでちょっとなんか優雅な感じに起きれるっていうかウェイクアップして一日始めれる曲ですねこれは、えー。続いての曲はサジャンカでその時期はなんかあんまりリリックが入ってる曲が聴きたくない時期でだけど音は聴いてたいしなーってなった時にトランスだったりとか。 そ聴うい,ういててめっちゃテンションも上がるしなんか不思議なテンションの上がり方してくるジャンルだなと思ってそこにはまり始めて『レイブくよになってっていうきっかけになった曲で自分が出した『ゼロアルバム』っていうのとかはの1曲目とかにもトランスだったかそっち系の感じを取り入れた曲作ったんですけどそう影響されるぐらいその時期はめっちゃ聴いてましたね。 音だけ BGM みたいな感じになりながらリリック代わりに頭で考えてることとかを集中させる誰かの何かが入ってくるわけじゃなくて自分の考えてることをなんかそのフローに合わせるじゃないけどっていうのを楽しみ始めたっていうか外に出,出ながらえ続いての曲は「キアラセトル the greatest This is Me」。 箱根に泊まってる時にパートナーがグレティス・ショーマン映画見る前にその内容をめちゃくちゃ自分にプレゼンしてきてくれてでその時1時ぐらいで1時2時ぐらいでもう結構もう眠たかったんですけど今すぐこれ見るしかない流れでしょうってなってるでも爆泣きしてこの内容に、まあ、自分も自分でコンプレックスがあってからなんかそれを本当ト「This is me」ってやっぱバーンってフレックスするこのリリックでもある「Look out c u e here I'm calm」 自分のそれをバーンってさらけ出して「俺が通りを道開けな」みたいなぐらいの感じで一人認められない認められたい人たちとかが自分の居場所っていうものができたりそれを作る自らそれで生まれる結束力とかそういう部分がそのままミュージカルみたいな感じでこれ曲になってるんですけどその時の映像とかもめちゃくちゃ無事ぐらいすぎて結構人生でトップ5に入るんじゃないかなぐらいの曲なんですけど。続いての曲は ルルルードアルファー,ルードアルファでうむい。い今年は沖縄が復帰50周年っていうことで自分も50周年のタイミングで沖縄のホットにレジェンドから中継からこういう並んでバーって集まったイベントがあったんですけどいろいろ考えることがあったりとかその沖縄戦のこととか。田中でルードがこの曲をボーンって出してそのルードの「うむい」 リリースパーティーみたいな感じもちょうど慰霊の日っていう沖縄の12時になったら1分黙と南の方に黙としてっていう追悼の日があるんですけどその時にルードがこの曲歌っててなんか本当に自分にとってはルードアルファは太陽みたいな人間でめっちゃ周りを照らす存在って感じだから兄貴でありパ本当に師匠でもあるって感じで自分が持ってない対の部分っていうか自分がいいんだったら向こうようで自分がようの時向こうがいいんでみたいな。 そ「うななる存在って感じなんですけどむい」って沖縄の言葉で重言「重い」って「重い」「思い」があるとか「重い」って意味なんですけど武器って多分もう物理的こういう殺す武器じゃなくて本当の武器って多分言葉だと思うしそれこそボイスだと思うしそれが一番の最大の武器なんだなっていうのを改めて教えてくれたっていうかそういう今の時代の人に今こそめっちゃ聴いてほしい曲って感じですね。 山田孝之さんとかがこの曲をめっちゃいいってなってストーリー上げてくれててと思ったらそのリリースパーティーにわざわざ足運んできてくれてて県内外問わず仕事ジャンル問わずこれを聞いて感動できる心を持ってる人にはちゃんと刺さってくれてんだねやっぱりっていうのを思いましたねいろいろ。 以上が自分の人生のプレイリストです皆さんいかがだったでしょうかセレクトした曲から誰かには合う何かの曲があると思うんでよかったら聴いてみてもらえると嬉しいです GQ プレイリスト OfMyLifeOswald でしたまた会いましょうパパパ